皆さん、こんにちは。今日は、食材の2回目、魚介類の名前と料理についてご説明したいと思います。では、始めましょう。魚介類の始めは、ポワッソン、魚からです。ここでは、フランス料理によく使われる、魚を紹介します。このように、たくさんの種類がありますが、日本のレストランで目にする魚は結構限られています。よく使われているのは、鮭、サーモンと発音します。次が、シタビラメ、ソル、そしてマダイ、ドラドと言います。では、料理を見てみましょう。一つ目は、スーモンアンクルット、サーモンのパイ包み焼きと訳します。サーモンの身に、ほうれん草、キノコのみじん切りを乗せ、パイ生地で包み、オーブンで焼いた料理です。別名、スーモンウェリントンとも呼ばれます。サービスするときに、ソースオランデーズという、バター系の温かいソースをかけます。次は、フィレドドラドロワイヤル、マダイの王室風と訳されます。網焼きしたマダイの身に、コンソメと卵黄で作った、卵豆腐を添えた料理です。この卵豆腐をロワイヤルと言います。これを、コンソメスープの置き身にしたものは、コンソメロワイヤルと言います。次は、ソルアラボンヌファムと呼ばれる料理です。ソルは下ビラメ、ボンヌファムとは、直訳すれば、良い女性ですが、フランスでは、料理上手な奥さんといった意味があります。みじん切りの、エシャロットとパセリに、スライスしたマッシュルームと一緒に、下ビラメを茹で、その煮汁を煮詰めバターを加え、ソースにします。そして、全体に焼き色をつけた料理を言います。ソルとボンヌファムの間に、アラという言葉がありますが、一般には、何風と訳される言葉です。この言葉については、別の機会に、メニューの表記の文法を含めご説明したいと思います。次は、冷製のオードブルとして出される料理で、テリーヌ・ドゥ・ポワッソンと言います。テリーヌとは、陶器や耐熱ガラスで作られた調理用の器です。この型に、魚や魚介を詰め、オーブンで湯煎にしたり、真空調理で火を通した料理です。魚介の他に、肉類や野菜などのテリーヌもあります。次に、クリスタセと呼ばれる、甲殻類を見てみましょう。まずは、クラブ。日本語には、フランス語の R の発音がありませんので、実際は、ちょっと読み方が違いますが、カニを言います。そして、クロベット、小エビです。大きめのものは、ガンバとかガンバスと呼ばれます。次は、ラングスティーヌや、スカンピと呼ばれる、テナガエビ。その次は、エクロビスと呼びますが、ザリガニです。そして、日本では、ロブスターと英語で呼ばれる、オマールエビ。あえて日本語にするなら、海ザリガニとなります。次は、結婚披露宴では必ずと言っていいほど出される伊勢エビ。フランス語では、ラングーストと呼びます。さて、どんな料理があるか見てみましょう。まずは、ベリンヌクロベットオークレームダボカ、小エビとアボカドクリームのカクテルです。ベリーヌとは足のついていないグラスのことで、この写真のように、グラスに3層に料理を詰めたものを言います。次は、パンプルムースファルシオークラブ。パンプルムースとは、グレープフルーツのことです。グレープフルーツとカニの身をあえたものを、グレープフルーツの皮に詰めた前菜です。次は、クネルドゥブロシェアラナンチュアと言います。カワカマスのすり身に、ナンチュアと呼ばれる、ベシャメルに、ザリガニの殻とバターを煮詰めたソースで仕上げた料理のことです。ナント風は、ザリガニの産地として、有名な町の名前に由来しています。次は、オマールアラアメリケーヌ、ロブスターのアメリカ風と呼ばれる料理です。ボイルしたロブスターに、甲殻類の殻をバターと煮詰め裏ごしして作られる、アメリケーヌと呼ばれるソースで仕上げた料理です。次に、コキアージュと呼ばれる、貝類と、その仲間、魚以外のものを指す、フリュイドゥメールについて見ていきましょう。コキアージュとは、貝類を言います。そして、フリュイドゥメールとは、魚以外の、貝類、イカやタコ、ウニなどを言います。日本のフランス料理でよく使われるのが、ホタテ貝ですが、これは、
古希有三ジャックとか、単に三ジャックと呼ばれます。そして、私たち日本人からすると、ちょっと変な感じですが、エスカルゴは貝類に含まれます。牡蠣はユイットル、牡蠣は古代ローマ時代から生で食べられていました。次は、ウニ、ウルサンと言います。そして、ムール貝はそのまま、ムールです。では、これらの料理を見てみましょう。まずは、ムールアラマリニエール、ムール貝の船乗り風と訳します。ムール貝を鍋に入れ、白ワイン、玉ねぎ、ブールマリニエールと呼ばれるバターと煮汁で仕上げた料理です。フランスだけでなく、ベルギーの名物料理の一つになっています。次は、古希有三ジャックアラノルマンド、ホタテのノルマンド風と訳します。ホタテをソテーして、ソースノルマンドと呼ばれる、魚とマッシュルームの出汁を煮詰め、バターと生クリームを加えたソースで仕上げた料理です。次は、ユイットルグラティネ、牡蠣のグラタンです。主にベシャメルソースをかけ、表面をこんがりと焼き上げた料理です。ブールエスカルゴとか、ブールブーギニョンと呼ばれる、ニンニク、パセリを練り込んだバターを詰め焼き上げたものが、エスカルゴです。ブーギニョンヌとは、フランスのブルゴーニュ地方のことで、食糧難の時代に、この調理方法が考えられたとの由来から、この地名が付けられたと言われています。フランスのもう一つのゲテモノ料理と言われるのが、キュッス・ドゥ・ブルヌイユ、カエルのもも肉です。ここで揚げたのは、パセリのクリームソースが添えられた料理です。さて、今日の魚介類のお話、お役に立ちましたか？魚介料理もご紹介すれば、キリがありません。また、時代とともに、新しい料理も生まれています。皆さんが、これから出会う料理も、その一つ一つを調べていけば、料理の名前に秘められている、たくさんの物語が見えてくると思います。楽しみながら、料理の名前を覚えていってください。今回も、ご視聴いただき、ありがとうございました。では、また、次回にお会いしましょう。